創生の術。待て！お前ら何者だ？その様子、雄夜浄土の進化ではないな。いえ、何しに来た？まさか守衛がいるなんて。おい、何をするつもりだ？殿下の進化だと？それを証明できるのか？まったく、そのような横柄な質問をしてくるとは。あなたたちの視野の狭さを証明。我が民に自由を与え、古くそれは雄夜浄土の合言葉なんてことを。皆さん、失礼なことを申してしまい。ほら、もう下がったらどうだ。ええ、今すぐ姿を消します。これが聖国の栄章第2巻でござるな。みな、おう、出発だ。しかし、雄夜浄土は悪夢のように広がる暗雲に包まれた。蛇竜。え、竜が現れたのか？竜。なるほど。彼女を否定し、その妄想に異を唱えた者すべてが、かな。進化は期待を悟り、救世主に祈りを捧げる。Thank you.
おさわり禁止。王女殿下は降臨したが、大戦による災いは王城にまで及んだ。創生の術。
ついに彼女は制裁の雷をもってして竜の鱗を貫く。竜の血による嵐の中、彼女は言葉を告げた。あるな。もしかしてまたあのヨガラス騎士のアンちゃんじゃないか。よいしょ。
よかったです。あれ、またあなたたちでしたか。それはこっちのセリフです。またあなたですか。
城内爆破は反省室、怪我人いるところに陣団長あり、山火事は一巻の終わり。これはクレイの騎士団で生きるための心得だよ。ほいほい。このような無様な姿を幾度もお見せしてしまい申し訳ありません。やはり今の実力では立派なヨガラス騎士を演じるのはまだ早いようです。演じる？ええ、恥ずかしながら私は本物の騎士では。それって胸を張って。皆さんはご存じないかもしれませんが、雄夜浄土。へえ、つまりあんたらんとこ特有の文化ってことだな。ええ、そうなりますね。あなたたちの皇女殿下はなぜ演劇が好きなのでしょうか？皇女殿下は昔このように言ってました。私のために。おそらく皇女殿下は真の芸術演劇において魂とは。なるほど。教えていただき感謝する。おお、あなた。それでは私はこの栄光とともに。もう会わなくて済むように。あ、そうだ、扉を開け。命令に従え、翼を広げて出航せよ、だな。おお、ゴンが現れたぞ。偉大なる父上、母上、ごきげんよう。今日は雄夜浄土の祭典の日、二人には。エミちゃん、その年になってもまだそれを続けるのかい？もう大きいんだから、童話の話を信じるのはやめなさい。でも。そうだ、お母さん新しい本を買ったの。楽器の弾き方が詳しく載ってるから読んでみて。いいわね、より有意義に時間を使うのよ。お母さん。わかった。また戻ってきたな。偶然にもかの邪竜の正体を垣間見たでござるな。はあ、ああいうのすごく共感できるぜ。あた、おや、あなたは。僕は道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。いえ、私が言いたいのはどうして。そろそろ君たちが聖国の栄章の第3巻をさ。ええ、その通りですけど。親愛なるお嬢さん、君が僕のためにすることなど何もない。君の美しさこそが僕への一番のご褒美なんだ。だから聖典の第3巻は
王城の最そこに見張りはいるだろうか。ああもちろんいるさ。何をバカなこと言ってるんだ。貴重な本を野ざらしにつまりそこもヨガラスによって守られておるのだな。聖典を守るのは進化にとってこの上ない栄誉だ。はあ君はなんて美しい顔をしているんだ。その上知性に満ち溢れている。君の仲間も英雄のような顔立ちをしているし、きっと聖典に秘められた物語を理解できるだろう。大書記官のオズ様が伝えし殿下の偉業は雄野浄土の宝。あの本を読むたびに殿下が幸せであることを願うばかりだ。